ロゾーはドミニカ国の首都、同国最大の都市であり、唯一市を名乗っている。カリブ海に面したドミニカ島の西海岸に位置している。人口は14,741人で、総人口の2割が居住している。主な輸出品はライム、ライムジュース、エッセンシャルオイル、香辛料、バナナ、グレープフルーツ、ココアなどである。ロゾーはもともと カリブ族の集落再リ村に創設され、ドミニカ島最古の集落とされる。1896年に町となり、1984年に市へ昇格した。現在、市外にはフレンチコロニアル様式の建築が立ち並ぶ。1984年に成立した路蔵市議会が統治する。市議会は町評議会、町議会を前身とし、 国内の地方自治体の中では最も権限が大きい。議席は13席で、うち8席は選挙で選ばれ、5席は地方自治体を監督する、スポーツ、文化、コミュニティ開発省大臣が指名する。また議長は市長を兼任する。現在の市長はセシル・ジョセフ。北のグアドループ島、南のマルティニーク島を結ぶフェリーが発着する。市内に空港はなく、 北へ約3キロメートルの距離にあるケインフィールドのケインフィールド空港が最寄りの空港となる。ポピュレーションバイセックスパリッシュ 2001&2011 ドミニカ国中央統計局2021年9月13日閲覧クライメートノーマルズ4メルビルホールエアポート1961から1990ナショナルオーシャニック アンドアトモスフェリックアドミニストレーション2013年2月28日閲覧アベレージコンディションズロゾードミニカ BBC ウェザー2013年2月28日閲覧ドミニカ S ローカルガバメントシステムスポーツ文化コミュニティ開発賞2021年9月13日閲覧ローカルガバメントシステムインドミニカ イギリス連邦地方自治体フォーラム2021年9月13日閲覧リストオブビレッジカウンスルズドミニカ国選挙管理局2021年9月13日閲覧ありがとうございます